はい、田中正造朗読する15分を始めたいと思います。現在明治32年のですね、第13回議会、まあ第13議会ですかね、まあ、これの、圧勝銅山公読事変再質問書というものを読んでおります。はい、それで、今日読むところですが、まあ、昨日ですね、その、4つ目の質問の最後のところで終わったんですが、ちょっとその一番最後の文章が、次の、第5の質問ですね、まあ、こちらにかかっているので、その手前で、切ったというところでした。はい、それでは読んでいきたいと思います。足尾銅山付近山林の盗伐は著名の事実なり、はい、盗伐ってのはこう盗むという字に伐採という字です。しかして今なお樹木の伐採を禁ぜざるはいかん。いかんというのはいかがなものかと、まあ、そういう意味ですね。それで、これの問題なんですけれども、一応、まあ、何回かこの話は出てきているんですが、まあ、解説をしますと、足尾銅山の付近のですね、山林の問題というのがあります。でこれは有名なのはですね、まあ亜硫酸ガスというのがこの銅を精錬するときに出てくる、まあ、というのは硫黄とですね銅がこう混ざっている黄銅鉱、これを精錬して銅だけを取り出そうとする、まあ、その時にこの硫黄の成分というのが抜けるわけですね。でこれが、まあ、煙突を高く、出してですね、まあ、それで一応民家というか近くの、この、まあ、甲府、それからその家族が、暮らしている町ですねには及ばないという形にしてるんですが、まあ、なんせ消えるわけないので、煙突を高くしてもですね消えるってことはまずない、まあ、それでどういうことになるかというと、この山林をですね、枯らしていくと、まあ、そういう話なんですね。でところが、まあ、田中正造はですね、結構この、伐採の問題というのを、最初の方から、取り上げております。でこれは順序がありまして、まず西洋からのですね、まあ、ベッセマー法と呼ばれる溶鉱炉ですね。でこれは、酸素をまあ、効率的に吹き込むことで、まあ、高温を保つことができるという、まあ、そういうやり方なんですが、その原料になっていたのは、コークスでした、でそれが入ってきてからと入ってくる前とで違うんですね。入ってくる前はどうしてたかというと、まあ、近くの山林をですね伐採して、でそれをで木を燃やして、まあ、それで溶かすと、まあ、そういうことをやってたんですね。ただこれは結構効率が悪かった、ようです。でそれで、まあ、石炭をですね、使う、まあ、正確にはコークスですが、を使う、まあ、ベッセマー法がやってくるとどういうことになるかというとですね、まあ、木はもう切る必要なくなるんですね、ただだいぶもうハゲ山に近い状態になっているところに、さらに今度はもう木は使わないんだけれども、塩害、要するに煙の害というのが、やってくるわけです、まあ、ですからまず最初はこの討伐なんですね、伐採をすると。でもともとは幕府のですね、まあ、江戸時代においては幕府の、まあ、直轄のお囃子だったんです。お囃子っていうのはまあ、丁寧な王っていう漢字で書きますが、まあ、これは幕府とかその藩が直轄しているような、そういった山林だったんですが、まあ、これが非常に安くまず払い下げられた、あるいはそれ払い下げられてない部分もなし崩し的に伐採していて、これを討伐という盗むというふうに言うわけです。でこういうもともと幕府が持っていたような土地がまず官有地になって、そして政省、つまり政府のですね、まあ
要職についている人や、ある役人ですね、と仲がいい商人ですね、そこに安く払い下げられることっていうのは、非常に大きな汚職の問題として、明治初期から取り上げられてきました。で、その、一つの、ケースとして、この足尾銅山の問題というのも見ることができるわけです。ですから、私もですね、最初、足尾の山が禿山になったといえば、これ塩害だっていう、ことかも頭にあったもんで、こうした時間的なですね、この順序というものがあまり頭に入ってなかったんですけど、どうも最初は溶鉱炉、ね、燃やすために木が伐採されて、そのうち、必要なくなるんだけど、今度は新しい方式っていうのは、とにかく硫酸ガス、硫酸のようなものが入ったガスが出て、それで、とどめを刺したということですね。で、これが解説ですが、1行しか終わってません。すいません。で、その上で5番目の質問に移ります。乱伐の後、さらに、木、根を、掘り、土を、これ、ちっちゃい字だな。土をまくりですかね。多分、と思うんですが。まくりですね。すいません。字は、もう一回小さくしますが、なかなか。失礼しました。土を、まくりと。散骨、露出、せしめたりと。で、この散骨というのは、山、それから骨ですね。山の骨。これはですね、山の土砂が崩れて露出した岩石と、そういう意味です。で、この散骨、岩石が露出、せしめたりと。で、木の根っこをですね、掘り、土をまくりということですね。そして、やっと煙毒が来ます。煙毒、煙の毒は、三択をめぐりて。山、それから沢ですね。ここで三択をめぐりて、緑色一点をとどめず。たった一点のですね、この緑色の土地すらも残さないということですね。土砂落ち、石流れ、川底の圧足、この圧足っていうのは、圧ですか、抑えると。そして、足ですから、塞ぐということですね。だから、土砂がどんどん流れていって、この渡良瀬川のその川底をですね、抑えつけるようにして、塞いでいく。で、ちょっとこれは辞書にない言葉なんですが、埋めるという字に、高いという字ですね。で、梅高なのか、舞妓なのかっていうのはちょっと、わからないんですが、この川底をですね、埋めて高くしているということは、漢字の方から、推測ができます。一応ですね、梅、高というふうに読んでおきましょうか。この、梅高、これでも出てきますよね。梅高とかね。舞妓。出てきませんね。いいでしょう。埋めて高くするということですが、埋め高せるもの、数十里。数十里ですから、一里がね、4キロぐらいです。なので、何十、何百ぐらいになりますかね。何十キロ、何百。で、数十里、ありまして、地形やや平らかなるに。ここも結構重要ですね。足尾の山は山なんですけれども、
一旦そこから出てしまうと、しばらく平らなところを通っていくと。なるもんですから、まあ、洪水が起きやすくなるわけです。で、水星、これ水の勢いですね。水星、ますます激し、激しくなって、船体、この船体っていうのは川という字に、体と書いて船体ですね。だから、川の、その体、川の本体は破壊せられ、堤防を洪水に没して、まあ、埋まってしまうわけですね。また破壊するもの多しということです。要するに洪水が起きやすくなったと。これ近年激烈の変象にして、この変象というのは変わるという字と、それから現象の象ですね。だから普通では起きないような現象だということで、変象にして民宅のルボ、ルボー、これは要するに民家ですね。民家が流されてしまう。人畜の死亡、より、毒牢の中に、この毒牢とは毒の波ですね。毒牢の中に飲食を絶つ者と、はい、一旦この毒が入っている洪水にですね、使ってしまった穀物とか、まあ、口にするものですね。それらは、もう飲むことも食べることもできなくなってしまうと。で、その悲惨は広大の事実なるに、地方官はこれを上司に訴えざるごとき、これ皆被害の真相を覆うて、その被害を小なる者のごとくするに務むる者なり。はい、というわけで明らかにですね、この大変な被害が起きているのに、まあ、これを報告しない、あるいは小さいものとして扱うということです。地方官の非行、はい、この非行は前にも出ましたが、非行少年の非行なんですけれども、意味としてはですね、まあ、ひどい行いということになります。で、はい、地方官の非行、核のごとくして中央政府、また今日に至るもこれを救わず、ほとんど無政府の境たり、無政府の境かな、境たり、まあ、要するに境境、要するに状態ということですかね。で、これをいかん、はい、でこの無政府という言葉はちょっと注目したいなと思います。何回か、まあ、出てきている言葉ではあるんですけれども、この無政府状態だという言葉、つまりですね、この憲法や法律によって被害民の権利が守られない状態であると、まあ、これを無政府の状態だ、要するに政府がこれをですね、被害民を守ら、憲法によって保障されている権利が脅かされているのに、また法律によってですね、そうした公益に害があるようなこの工業はですね、停止することができると書いてあるのにですね、それによって被害民の権利が守られない状態っていうのは、これは政府が用を、まあ、用を足してないというか、まあ、その機能を果たしてないと、まあ、そういう状態ですね。で、もちろんこの無政府状態というのはマイナスの意味で、田中としては政府がきちんとなければいけないということなんですが、これがですね、後の無政府主義とかに影響したのかどうかっていうのが、まあ、若干気になりますね。で、まあ、無政府主義っていうのはいろいろ調べて、やっぱり本格的に日本で、まあ、流行るのはもうちょっと後ですよね。まあ、直訴状をですね、田中の代わりに草案を書いた高徳秋水とかも、まあ、後に無政府主義になっていくわけですけれども、まあ、徹底的に弾圧されていきます。
田中の時点ではこの無政府って言葉はそういう、まあ、無政府主義とかとは関係がないんですけれども、こんな状態では無政府だと、政府がないのと同じだと、まあ、そういうふうに言って、そうであれば税金だって払う必要もないし、その国のための兵役だって、やる必要ないね、ということがですね、まあ後にその戦術としても出てくるんですね。まあ、ですからこの無政府という言葉っていうのが、まあ、どういうふうなこの影響をですね、この世間に与えていったのかというのはちょっと気になるところです。はい。でもう注意を読めるかどうかというところですが、一応15分ぴったり来てますが、もうちょっとこれだけ読みますかね。6、銅山石窟内の鉱毒沈殿地はその効用をなさず、はい、鉱毒を沈殿させる池を作りましょうということで作ったんですが、全然止まらないわけですね。止まってないと。鉱毒は流れてる。で、雨季は、毒水氾濫し、冬季は結氷して、またいかんとも、すべからず。いかん。はい。これはどういうことでしょうか。で、政府は、下流被害地に堆積する沿岸の毒土を除却し、下流沿岸一帯の町村を保護せんためには、完全なる予防工事をなさざるべからず。はい。もう完全に予防工事をしなければいけません。また、加害者に対し、その工事を、厳命を発せざるはいかん。で、これはですね、まあ、工事を、予防工事を命令したんですね。命令したんですけれども、結構適当に終わらせてしまった。で、それで、まあ、役人もグルですから、終えました。ということになって、本当はその予防工事を、完全に、遂行しなければですね、工業は停止だというふうに、まあ、なってたんですけれども、まあ、結局ですね、なし崩し的に工業は継続することになりました。はい。で、これがですね、厳命を発せざるはいかん。なぜその厳命を発しないのかということです。はい。大体、まあ、ちょっと時間がね、来ましたので、今日はこれで終わりにしたいと思います。